アタビ。こんにちは、アーです。今日のアタビ始まりました。今日はですね、こちらガスガスノート千歳さんに遊びに来てます。ガスガスっていうのがスペインのバイクのメーカーで、東京とか大阪にディーラーあるんですけど、今回北海道初っていうことで結構皆さん注目されてます。本日4月6日今日の13時からオープンなんですけど、特別に今オープン前なんですけど、中見させてもらえることになりました。じゃあ行きたいと思います。アートビ。私がつけてるのと同じの売ってる。 DRC のワイドフットペグです。これね、足滑らなくていいんですよ。っていうか、ここよく見たらセロコーナーですね。セロに対応するパーツが集められてます。これはライトかな、エスプロ系。探しやすくていいですね。私ね、バイクのパーツとかって 99% ネットで買ってるんですよ。 Amazon とかルビックとか。っていうのもないんですよね、本当にないの。こういうお店の何がいいかって、もうすぐ買えるってのがすごいいいなって私は思ってて。っていうのもね、北海道ってアマゾンとかで買っても中1日2日かかっちゃうんですよね。なので、明日使いたいとか、壊れちゃった、今すぐなんとかしたいって時にはね、こういうお店があると私はすっごく助かります。あとね、店員さんに聞けるっていうのもいいですよね。やっぱり最初だとどんなのがいいのかって全然わからないし、店員さんにこういうのがおすすめですよとかってね、教えてもらえるっていうのはすごいありがたいなって思います。そしてこちらがウェア類です。めっちゃあります。私はね、オフはこういう蛍光色が好きです。かわいい。こういうのもいいですよね、生えてね、山の中で。ちょっと試着でもしてみますか。アタビ。1階はバイクディーラーです。すごいね、これ電動ファットバイクらしいです。ここにね、バッテリーがついてます。見た目かっこいいですよね。北海道ってね、結構ファットバイクが多くて、っていうのもね、雪の上でも走れるみたいなんですよね。冬とかね、ウーバーイーツのリュック背負って走ってる人とかいて、ほんと根性だなって思いました。1階はバイクが所狭しと並んでます。よく見るとね、ガスガスだけじゃなくて、いろんなところのバイクがね、置いてあるんですよね。これすごい可愛くないですか？ブリッドでいいのかな？なんかヨーロッパのレトロ車みたいな感じで、すっごい可愛い。あ、カタログ発見。かっこいいよね、こういうのやりたいですね、私も。裏が、あ、これがラインナップですね。大丈夫、視聴者さん、皆さんの声分かってます。どう、当たってました？いやね、本当見た目は一緒なんですけど、一応エンジンの特性とかそれぞれ全部違うんですよね。まあそんな話は長くなるので割愛します。ハンバーガー屋さんが出店されていたので、お昼食べるよ。チーズバーガーにしました。やばい、めっちゃ美味しそう。
者を込めまして、秋葉原北海道のお取り扱いブランドの中から、お取り組み、北海道の商品ですね、スタートフリックさんから、クリックに使います。33番。ケニー。チェリー。9番。9番の方。それでは4位ですね、ハンドバードのプレゼントでございます。88番のウェア上下セット。お2番シンゴサイヤさんからタイヤの前後セットでございます。タイヤを書いてます。11最後1位の商品でございますけれども、キニレーシングさんからヘルメットの、商品でございます。いきます。ということで、ガスガスノート千歳に遊びに来てみたでした。私のチャンネルではこんな感じでバイクの動画とか上げてます。よかったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。